えー、新橋焼きとゆかちゃんのおかみです。お世話になっております。<laughs> えー、先日、ご丁寧におしていただきありがとうございました。あの、豚の頭、かち割ってのみそ出す動画見ました。はい。えー、おかげさまで登録者も大幅に増ました。命の尊さを日本中、特に子供たちに伝えるために YouTube が頑張りたいと思います。オレンジ日本に帰られた際、さばいたばかりの新鮮焼き鳥料理をごちそうさせて、さい感染対策が満全にお待ちしております。僕、内臓肉好きなんですよね。なので、あの、もし機会があったら、はい、よろしくお願いします。ちょっと、あの、日本にいつ帰るかわかんないので、あの、 えっとまあ、そのなんかグルメの人と僕違うと思うんですけど僕その肉で行くとあの赤身が好きなんですよ。要はその日本ってなんかあの油がいっぱい入っているなんか霜降りの肉が美味しいっていう空気感なんですけど僕割と赤身が好きなのとあと内臓肉の方が好きなんですよね。その 内臓肉の方がその油が全然なくてほぼほぼタンパク質の味なのでなんでその内臓の肉が好きで赤身が好きっていうあのカテゴリーに所属するのであの高い料理屋に行けば行くほど僕が好きじゃない肉が出てくるんですよ。でその,あのホルモンとかって基本安い店にしか出てこないんですよね。だからあの蜂の巣とかあのフワとか好きなんですよ。フワ出す店ってあの高い店で見たことないんですよ。 ああのあのそのそ牛の灰なんですけどあの牛の灰が食べれる店でその本当にその高い店ってなくてだいたい不安が出てきますっていうとあのなんかあの足立区とかそういうとこになっちゃうんですけどっていう感じでそのあのまああま千枚だったりとかっていうのもやっぱり安いじゃないですか。で肉と僕ハラミとかが美味しいと思う派なのでそういう意味で言うとそのあの内臓肉が割と好きなんですけどそれがあんまり評価されることがないので何なのかなと思うんですけどそういう意味であの,そのちゃんと内臓肉出してるお店なので。 あの機会があったら行きたいと思います、はい、赤羽に行けたんですけど赤羽で,であの豚の脳みそ食ったんですけど脳みそはあんまり美味しいとは思いませんでしたはい。